石田くんだよね。え、あ、うん、ああ、三河さん。よし、これはまさかの同窓会恋愛、いけるかも。落ち着け落ち着け。すっごい久しぶり。ああ、うん、だよな。だよ、岸田くん全然会えないから来てないのかなって。だったら来た意味ないなって思ってたとこ。岸田優作からは昔の姿は出てこなかった。岸田くん、なんか変わったね。そう？君も綺麗になったね。あ、前も綺麗だったけど、なんていうか大人っぽくなったっていうか。やだ、だってもうすぐ40だもの。大人にならなくてどうするの。だよな。ねえ岸田くん、この後二次会どうするの？二次会？ああ、ハトコちゃんは行く。え？中学生の岸田優作は私のことをハトコちゃんなんて呼ばなかった。大人になるっていいもんだと初めて思った。ん？ハトコちゃん？岸田くんが行くなら行く、行かないなら行かないかな。じゃあさ、二人だけで飲みに行こうか。